始まるよ。どうも皆さんこんにちは、タルマコーズのアンドリューです。今回もロマンスの謎解き、こちらのゲームで遊んでいきたいと思います。それではスタート。誰だ、こんなところに出したままにしたのは。事故の原因は何だって。ああ、この脚立をね、出しっぱにして、まあ新入社員かな、多分上司の女上司の人についてた時にぶつかってこぼしてしまったと。なるほどなるほど。いやでもこっからロマンスが生まれるわけですからね。廊下に出されたままになっていた台車が全ての原因。大事なものがばらまかれてしまった。それはだって、あ、なんか会議の資料的なそういう系から。いやでも多分ここで女上司がそれを拾ってくれるのよ、優しいから。でそこで何かロマンスが起きるはずなんですよ。大事な書類が廊下に巻かれて大惨事だった。急いでいたのに。あ、確かにね。はい、でもこっからですよ。こっから、あ、落としてよかったわって瞬間が訪れるはず。さあどうだ。優しい人に助けられて顔を赤くしたのは。だってこいつきっしょ見てこの顔、もうなんかこの世の人間の顔とは思えないよね。幸せの絶頂の顔してるもんこんなくっきり見えることある？なかなかないでしょ鼻の下伸ばすとかの次元じゃなくない？あんなね、口角が上がることないよ。男性社員は会社で一番美人と言われる女性社員に書類拾いを手伝ってもらい、災難ではあったけれど内心嬉しかったようないや内心じゃないって、もう外心にも出てるって。外側にも。男性社員が顔を隠したのはあるものが見えていたからだった。それはこれですねなんていうのこういうのって。てか人生でこんなの見たことないんだけど俺。女性社員のお尻にくっきり浮かんだ下着のライン。男性社員はそれを目に焼き付けた。そして仕事に集中できずに上司に怒られた確かに仕事どころじゃないよね。これはもう思い出すのが仕事みたいなところあるからね。高校生の俺は通学途中に幼馴染の南に遭遇した。俺たちは別々の高校に進学してめったに顔を合わさない。久しぶりに見る南はなんだか発育がすごい気がする。特にあの部分がそう、2段階分ぐらい増えてるじゃないか。それはどの部分のことだろうなるほどね。中学以来に会った幼馴染と、確かに中学3年からの2年間は多分男も女も成長する時期ですからね。こんなに胸でかかったっけ。そう考えてるとさっきから何見てんの、持ち悪いんだけど、と南が発揮捨ててきた。は、見てねえし。誰がお前なんか。照れ隠しのために俺はとっさに思ってもないことを言ってしまった。俺は本当は、あ、お前のことが好きなんだみたいな。うわ、いいね、幼馴染との恋愛フラグ立ってるわ。来た、任せろ。主人公の名前が分かんないけど、南はお前の女にしてみせる。二人の間に険悪な空気が流れると、その直後あることがきっかけで俺たちにとんでもないハプニングが発生したわあ、決まった。ハプニングじゃない、お前わざとだろ。見ろこの顔、やってやったぜ。南の唇は俺のもの。そういうことで、ありのままを説明しよう。気がついたら俺たちはキスをしていたんだ。決して男の腕力で強引に迫ったのではない。これは自己中である。あ、自己中と自己中を組み合わせたってことね。なるほど、うまいこと言うじゃん。ってことはやっぱお前腕力で無理やり言ったな。自己中が起きてしまったのには明確な理由がある。それは何だろうか。なんだ、車か猫か、どっちだ。あ、車か。え、でも車が来てどうやってこんなことになる。南の横を暴走する車が通り過ぎようとしたため彼女をかばったのだ。うん、南は甘い声で、俺はハッとして顔を離した。あ、これはそら、俺が口ごもっていると南はありがとう、そうはにかんでいった。あれ、これもしかしていい感じ。この流れに乗って思いのため剣をぶつけてやる。来た、成長期と。南、実は俺お前のことが。そこまで言いかけたところで南の平手が俺の頬を打ったえ、さっきのは仕方ないこととしてこっちはわざとでしょ。南は過去をあくらめながらそう声を上げた。南がビンタをした理由は何だろうか。うわ、それは見てなかった。確かに、うわ、もったいねー。これは間違いない、わざとだ。お前と南はもう終わりだよ。作戦に紛れてどこ触ってんのよ。そう言われて俺は左手に柔らかい感触を得ていたことに気がついた。とっさに左手を離す。悪い、これも後じゃないんだ。
まあいいわ。で、さっき何か言いかけてなかった？そうだ、勢いに任せて告白しようとしてしまったが、ふと冷静になると恥ずかしすぎる。何か言ったっけ？そんなことより急がないと遅刻するぞ。俺はさっきの告白をなかったことにした。今回みたいなラップハッキングではなく、ちゃんと告白を成功させようと誓って。かっこいい。こいつやっぱ男の中の男だわ。じゃあ今日はこれで終わりたいと思います。バイバーイ。皆さん、今回の動画はいかがだったでしょうか？この動画が面白いと思ってくれた方はチャンネル登録と高評価の方をよろしくお願いします。また概要欄の方に Twitter と TikTok のリンクの方も貼っていますので、そちらの方をチェックしてフォローしていただけると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。